こんにちは、PATV です。今日もですね、車のインプレッション行ってみたいと思います。今日の車はこちら。実は当社の、なんだ、代車、営業車、そういうのに使ってた、あのうちで使ってた車です。平成14年の7月なので、もう結構あの年数は経っちゃってる車ですね。で、車検自体が27年の5月、今年の5月までなので、もう少しこのままで乗れるかなという形の現状販売の車になります。それではいろいろ見ていきましょう。はい、それでは外装から行ってみたいと思います。綺麗な色なんですよね。ちょっと目立っちゃうかなっていう感じです。ただ目立つね、車の方が、ぶつけられたりとかしないという、そういう話もありますので、気になるところなんですけど、やっぱり多少ね、年数経ってるから、このライトのところとかは、ちょっとうっすら黄ばんでるところもあるかな。こっちもそうですね、少し黄ばみがあるかな。でもそんなあのライトの問題があるとかそういう感じじゃないので、このままでもいいかなと思いますね。あとは多少の擦り傷とかそういうのはあるかな。あとは小さいとこ言ってくと、こういうところに少し小さいね、当たり傷っていうか、そういうのもちょこっとあるかな。フロントガラスは特に、飛び石で割れてるようなところとかっていうのは見当たりません。あとは屋根の部分、屋根の部分も綺麗なんだけど、一部やっぱりこういうとこね、石が飛んでかな、ちょっと錆が出たりとかは若干しています。このまま乗れちゃうんじゃないかなと思いますね。それと、タイヤの部分、タイヤはちょっとだいぶ減ってきてるかな。車検の時に交換した方がいいかもしれないです。あとは、純正のアルミを履いております。このミラーのところなんですけど、やっぱり多少ね、ちょっと擦り傷があったりとかしますかね。あとは特に外装見た感じ、そんなに気になるような大きなへこみとか傷、そういうのは、あんまりないです。あとはこの角もちょっと擦り傷があるかなね。それで押されちゃったのかな。ちょっとバンパーがね、隙間がちょっと空いたりとかはしてますね。でもこの辺も多分このまんまでも全然問題ないと思います。後ろから見た感じも可愛いですね。これはあのうちのね、あの PATV を見ていただいてる方はあの見たことあるかなと思うんですけど、うちが貼ったベイウィンカーですね。可愛い。こちらもそうですね、リボンピンちゃん、それとつぶれ顔。これうちのね、 Amazon ショップでも販売してますんで、なんて CM しちゃった。こちらもですね、大きなへこみとかそういうのは全然ないです。ただやっぱりあの小傷とかね、そういうのは年式相応にありますので、その辺だけはちょっとご了承ください。こちらのサイドミラーどうかな。少しかな、傷はちょっとあるけど、全然このままでいいと思います。それでは今度中身を見ていきたいと思います。はい、それでは内装の方行ってみたいと思います。まずフロントのシート、そうですね、シートは、ちょっと見にくいね。シートは今見たところ、フロントのシートはそんな気になるようなシミとかもなさそうです。大丈夫だと思いますね。はい、こちらがハンドル周りになります。やっぱりなんかマーチのインパネ、なんかちょっと可愛いよね。こんな感じです。オートマです。こんな感じ。はい、ここね、後ろの人がジュース飲めるように、よいしょ、こんな感じがついてます。はい、こんな感じで、今ですね、ここオーディオついてなくって、うち全然オーディオなしで使ってたんですけど、これあの DVD ナビなんですが、後でちょっと映しますけどね、そちらのナビ DVD と、あとは CD が見れて、あとナビになるのかな。テレビは
地上デジタルとかついてないんですけど、そちらの、ナビをプレゼントしたいと思います。取り付けてお渡しします。こんな感じです。次後ろ、はい、それではですね、後ろの席の方をちょっと映していきたいと思います。後ろの席なんですけど、前から映すか、うん、ちょっと見にくいんですけど、背もたれとかは全然問題ないんだけどね、やっぱりこの後ろのこの下の席っていうのかな、この辺は多少ちょっとシミがあるね。ちょっと見せていきますね。よいしょ、はい、来ました。ちょっと見にくいかな、この辺にちょこっとしたシミがあります。この辺もかな。やっぱりお子さんとかが内側の買う前、お子さんとかがやっぱ乗ってたのかなと思います。多少の汚れはあります。ただうわーっていうほどの汚れではないです。この映ってる感じでいいかなと思います。それからですね、後ろなんですが、後ろはうん、そんなに目立った汚れもなく綺麗かな、うん、こんな感じです。問題ないでしょう。そしてこれをドン、よいしょ、こうやって倒れます。こうするとすごい広い。はい、これならいろんなもん乗るんじゃないでしょうか。だいぶ広いな。マーチ背が高いからね、余計広く感じます。一応こんな感じです。それではエンジンをかけてみたいと思います。はい、エンジンルームです。特にそんな汚れてる感じはしないんですけど、うん、こんな感じです。エンジン音も聞こえるかな。なんかね、少し乗ってて思うんですけど、アイドリングがちょっと低めなのかなと思うんですよ。ただこれアイドリングがディーラーで上げてもらわないといけないやつなんですよね。それなので、まあディーラーでアイドリングぐらいは無料で上げてくれると思うんで、アイドリング上げてもらうようにした方がいいと思います。そんな感じです。はい、それでは早速運転の方をしていきたいと思います。エンジンをかけましょう。はい、走行距離は今 68,567 と、これ多少ね、営業車で売れるまではうちの営業車、代車として使えますので、少し伸びるかなとは思います。よいしょ。それからこのライト、ちょっと可愛いんだよね。青、右側とこれ全部、それと左側だけとか、こんな感じでこれで回して調整します。なんかちょっとかわいい。それでは走り出してみたいと思います。はい、それではスタートです。まあ、走っててそんなに気になるところはないんですけど、よいしょ、はい、ちょっと走ってみます。うん、スムーズですね。ただ朝本当に寒い時とかなんですけど、まあなんていうのかな、エンジンが温まるまでブーンとかってこうアクセル踏むと、ちょっとグッグッてこう息をこうつくっていうか、そういうのがちょっとあるんですよ。ただこう暖かくなってきちゃえば全くそういうのはないので、普通にスムーズにこんな感じで進んでいきます。よいしょ。それではちょっとスピードも上げてみたいと思います。はい、今、60キロぐらいまで行ってるんですけど、ハンドルもブレとかそういうのもないですし、スムーズですね。この辺離してもブレないです。全く問題なし。いいね、こういう家に小回りのこういう利く車が1台あるとすごく便利ですよね。じゃあこっち曲がって、あ、あ、
ごい、おまわりさんに捕まっている。全然関係ないけど行っちゃおう。うわー、捕まっちゃってるよ、かわいそう。いや、このですね、うちの近くって結構やってるんですよ、白バイさんがいっぱい。あー、りゃま捕まりました。で、実際今こうブレーキくれてもブレーキの音とかキーとかそういう音も全くないですし、曲がるのも全く問題ないですし、走る、止まる、これに関しては全く問題ないと思います。これで、あと今ナビついてないんですけど、ナビをつけますので、つけばもう結構快適に乗れるんじゃないかなと思います。